ハーバーハイウェイは神戸市の東灘区から中央区の神戸港東部を走る有料道路です。途中にある4つの大きな埠頭を橋梁でつないでいます。両方の端点に直結している一般道で、六甲アイランドとポートアイランドの2つの巨大人工島にアクセスできます。六甲アイランド側では阪神高速5号湾岸線の住吉浜出入り口と接続しています。接続はしていませんが、阪神高速3号神戸線がすぐ北側を並走しています。今回は六甲アイランドからポートアイランドまでの西行きルートの車載動画をご案内します。六甲アイランドの北端近くの道路を東から西に走っています。高架に上がりハーバーハイウェイを目指します。なお早送りでお送りしている部分もございます。ご了承ください。前方から六甲ライナーが走ってきました。六甲ライナーは JR 住吉駅と六甲アイランドを結ぶ新交通システムです。六甲大橋で本土側の住吉浜という埋め立て地に渡ります。六甲大橋は無料で通行できます。路面の本線の案内ペイントがハーバーハイウェイ方向です。この分岐からハーバーハイウェイが始まるようです。前方の高架道路は阪神高速5号湾岸線とハーバーハイウェイの渡り線です。この先で合流します。ハーバーハイウェイは埠頭間を渡る橋以外は多くの部分が二層構造になっています。この区間では対向車線は仮想を走っています。この道路は名称にハイウェイとつきますが、自動車専用道や高速道路ではありません。片側2車線で制限速度60キロで原付は走行可能なのです。さすがに歩行者と自転車は通行できませんけどね。阪神高速から入ってきた場合には制限速度80キロの自動車専用道のままのつもりで運転しないように気をつけましょう。を越えると灘浜という埠頭です。灘浜は大部分が神戸製鋼系列の工場で占められています。ここは有料道路だと言いましたが、この出口までは無料区間です。この先は有料になります。神戸市の港湾局という部署が管理しています。一般的な道路は建設局が管理するのですが、港湾局が管理するこの道路は港湾施設なのです。
料金支払いはすべて有人料金所で現金か回数券の手渡しのみなのです。夜間は本線料金所以外は無人になるので、夜間に半分だけ通行する場合は無料で利用できます。以前は夜間の半分区間通行も有料でしたが、無人料金所の料金箱に自主的に料金を入れるシステムでした。ほとんどの車が料金を払わずに利用するので、新聞や市議会で問題になって、後に正式に夜間無料になったそうです。現在 ETC 化が進行中で、2023年秋ごろに対応予定だそうです。そうなると無料走行はできなくなるのでしょうね。第二マヤ大橋で進行東埠頭に渡ります。この橋のすぐ右側にマヤ大橋という別の橋があります。右の赤い柱はマヤ大橋のものです。マヤ大橋は自動車は有料ですが、二輪車は無料です。また自転車や歩行者も通れるようです。今度は走行中の西行き路線が仮想を走ります。この辺りから路面に凹凸が施されていて地味にうざいです。スピード抑制のためでしょうね。前方右手に三宮のビル群が見えてきましたね。進行出口です。三宮周辺に行くにはここで出ます。右の市道と合流します。ハーバーハイウェイはこの合流までだと思われます。もう少し走ってボートアイランドまで行きましょう。左側はポートライナーの機場です。ポートライナーは三宮とポートアイランドを結ぶ新交通システムです。左手に神戸ポートターミナルという日本最大の客船用埠頭があります。豪華クルーズ船が止まっていることもあります。神戸大橋でポートアイランドに渡ります。こちらは六甲アイランドの先輩にあたる人工島ですね。上陸です。今回はこの辺でお別れしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。コメントもいただけると嬉しいです。